辻都市は山梨県甲府市出身の元プロ野球選手、アマチュア野球指導者。現在は国士舘大学公式野球部監督。甲府工業高校時代は第79回全国高等学校野球選手権大会に出場し3回戦敗退。東都大学野球の国士舘大学では1年春からレギュラーとなりリーグ戦全試合出場で4年時は 首相も務めるが一部昇格はなし、2001年のドラフト5巡目でロッテに指名され、入団。2002年、当時性保守だった清水商会の怪我や、里崎智也、橋本進村の伸び悩みなど、チームの保守難の事情の中、1年目にして6月に1、軍昇格。プロ初本塁打を満塁本塁打で飾り、41試合に出場した。里崎、 橋本に続く三番手保守として一軍に定着したが、自軍が大量リードしている際に途中交代でマスクを、被ることがほとんどで、大抵は左投手に対してのスタメン、台打で起用され、一塁か指名打者に入ることが多かった。2006年は開幕から右の台打として、投確を示し、里崎の故障の際には代役を務め、後半は、 橋本の極度の不振により2番手として出場機会を増やしシーズンを通して初めて一軍に居続けた2006年11月早川大輔との交換トレードでオリックスへ移籍2007年は12試合2008年は9試合出場にとどまる2009年は一軍選手の相次ぐ故障やその打力を買われ6月3日の中日戦でプロイル発の 5番、一流医師として出場するなど、遺跡後最多の25試合に出場。2010年はわずか5試合の出場と出場機会が減った。2011年も8試合の出場に止まったが、2軍ではこの年入団したエヴァン・マクレーンとバッテリーを組み、マクレーンが1軍に昇格した際もバッテリーを組んで2勝、貢献した。2012年と2013年は5試合の出場にまり、 2013年10月30日戦力外通告を受けた。引退後は指導者に転身し、2014年4月より母校国主館大学のコーチに就任、同年12月1日付で同大監督に抜擢され就任。本職、登録は保守だが、打撃力があり、それを活かして一類種、代打での出場も多い。 2006年3月26日の対ソフトバンク2回戦では、同球場のガイアフェンスの右翼、ポールキワにある福岡銀行の広告看板の動向のマスコットキャラクターが描かれている部分にダイレクトで打球を当て、賞金100万円を獲得した。ありがとうございます。